はい、今日の講義は、超能力まとめという講義をしてみたいと思います。毎年今川が行っているスカイプ会議での、超能力者とか能力者が集まっている会議で、まとめたホワイトボードですので、それを説明してみたいと思います。まずこのホワイトボードの見方ですが、上が難易度が高いもの、下が難易度が低いもの、で真ん中が中級のものという考えです。で左側が、精神的なものを、に対して有効性のあるもの、右側が物質的なものに対して有効性がある超能力でまとまっております。で赤く書いている文字が、捨てるもの、いらないものですね。青く書いているものが特化したものという考え方です。でこの矢印は反対応しているという意味ですね。でまず順を追って、説明してみたいと思います。まず予知部だとか言いますけれども、この超能力は、要は未来が見れるっていうものですよね。よく聞く話ですと、目の悪い過去の偉人の方々は予言だとかして当ててるだとか、そういうことですね。でそういう彼女らはどうやってこの超能力を、自分で哲学を持ってやっていったのかってことを説明したと思います。まずこの予知というものは、視覚情報五感の中ありますよね。見る、聞く、匂う、味わう、触るのこの見る、これが不自由なために心臓が、脳が保管もするんですけれども、他の外部の距離感のあるものに対して心臓というものは、そもそも、自分も、発信もしてるんだけど波の波長を外側からの波の波長も受けてるわけですね。知覚してるんですね。常に心臓は約7秒前に知覚してるんですけども、で、そういうところから脳内で保管して見えてる、先が見えるというものです。でこれはですね、宇宙全体を使っている根源意識をこの自分の下のある感情認識として先に捉えているということです。ですから、もちろん言語で伝わって、次寒くなるよとか、認識して脳内で認識なんかしてません。非言語ノンバーバル通信です。ですから感情として冷たいものをブルッと震えたりとかしてそういうような意味なんですね。で基本的に、その方々というのは、常に無意識化のうちに、このタスクが脳みその中で開いてますから、例えば寝てる時に急に、予知夢を見るだとかっていうことがあるわけですね。ですから私たちが睡眠中に見てる夢っていうのは、そのどこまで遠いかは知らないけど、その予知夢とか夢っていうのもありますよね。ですからこれはですね、私たち、常人の、そもそも人間にもうっすらとは、皆さんにもですね、備わっているものなんですね。でも現代人というのはやっぱり視聴覚、見る聞くだとかそういうものにですね、意識をとらわれすぎちゃってるから、驚いてるっていうことが今の状態だと思っております。次はそれと反対するものに念力というものがあります。念力というのはサイキックだとかいう、攻撃的概念なんですけども、これはですね、こっちとは逆で、心臓が、いらなくて聞く方の聴覚を特化したパターンになっています。これはどういうことかと言いますと、そもそも念力というものは精神が物質を動かすということなんですね。で厳密に言うと精神、心が物質、量子を動かしているんですよ。もう一回言います。心が量子を動かす、つまりですね、そもそも心臓、ここの心臓なんですけど、心臓というものは宇宙と同期してるんですね。もちろんフラクタルで独立してる解にあるんですけれども、で、それをですね、同期させることによって、他者の量子振動数を変えようということなんですね。でこれとまるっきり逆なのはヒーリングなんですよ。ヒーリングっていうのは要はこっちは分かりやすいと思うんですけども、いい方なんですけども、要は手をかざすだとかすることによって同期して直そうとする側なんですね。だけどこっちはサイキック逆ですから、同期して黒くをずらしてやろうって側なんですね。よく魔法で言ったらこっちが黒こっちが白なんて言うんですけども、私たちそもそも、人類はヒーリング側なんで治癒自然治癒能力もありますから、むしろ私たちはこのサイキックっていうのはサイコキネシス、禁止というかいけない方と言ってます。で、まあ、我々人類側の逆側にレプリティアンとかいるんですけれども、彼らはこっちなんですね。サイキック側なんです。で彼ら心臓2つありますし、強いんですね。ですからヒーリングの逆になっております。次、テレパシーです。これは真ん中に置いたんですけども、テレパシーとは何でしょうか。テレパシーとは人の心を読んだりするってことですね。精神官能現象とも言います。でこれはどういうことかっていうと、よく占い師さんが多いんですけども、占い師さんというのは例えばオーラを見れるだとかいう人が多いんですけど、これはですね、視覚情報とかじゃないものを見て言語で、あなたはこういう性格ですねとか言ってるわけなんです。これもですね栄養士と一緒で、常時脳内に、起動しているソフトでもあるんですね。でこれも予知と似てて、睡眠状態とかでも起きやすいと。でこれは主にですね、触覚すなわち、私たち人間の、意識の境目は皮膚って言われてるんですけども、実はさっき言った五感、見る、聞く、匂う、味わう、触る、この私たち器官のパーツは全部外側に表面に空気中と接触してるんですね。でも一番ほとんど 99% 多いのは体の表面、皮膚なんですよ。で私たちはあんまり皮膚で何か受けていると感じていませんけれども、実はですね東西南北っていうのも、太陽を見なくてもね光がどっちから向いてるとかいろんな磁場をもう実は、触覚が見れてて、人間っていうのは太古の人はですねもうこれだけでもう結構その敵の感知サバイバルとかできてたんですね。で現代人もほとんどないんですね。で、やっぱりイタコさんだとかっていうのも、この部類で、継承されてることって言われてることですね。で特にですねアルビノの人、僕はアルビノなんですけども、人はねまあ皮膚真っ白なんですけど、これメラニン色素ないんですね僕は体中。ですからここにメラニン色素ないからこの、細胞の皮膚の細胞の受容体っていうのが特化しちゃって、精神官能つまり外界を見る能力が上がっちゃってるんですよフルパワーで、特にアルビノの人は。ですからエンパスとか言うんですけれどもね人とぐらいだったらパッと喋ってある程度でこの人はこういう人だねっていうの分かるし、これ動物との感情も分かりやすいっていう話ですね。で基本的に動物はですねここの能力が特化してるわけですよね。猫なんかそもそもあれじゃないですか、言語喋ってないのに意思疎通できてるっていう。これを真ん中に置いてきました。これと反対するものに、アポーツっていうのがあります。アポーツとは何かと言いますと、イエス・キリストが手からパンを出したりサイババが、手から金粉を出したことですね。でこれはですねまあ超能力で一番究極系なんですけども、いやそもそも何がすごいって手から物質を出すんですよ。これ何かっていうと、物質的移動なんですね。で、物質的移動はテレポーテーションとか言うんですけども、要はこれ何が本当に超能力ですごいかっていうと、精子を物質にまで及ぼすってことなんですよ。つまりその生命体ぐらい有機体を動かすとかそういうレベルじゃないっていうことですよね。だってこっちはあれですよ、生命体が何考えてるかを読んでやろうぐらいのレベルなのに、こっちは物質まで出すんですから、ね、だからイエス・キリストはすごいって話なんですけども、じゃあどうしてこれができたのかというと、究極的にはですね、古代インド哲学で受賞業式哲学っていうのがあるんですけど、これを究極的にマスターしたものができるんですよ。じゃあそもそもイエス・キリストがマスターしてたのか、たまたま知ってたのか、何なのかよくわかんないですけど、受賞業式哲学とは何かって言いますと、まあ、簡単に言うと、神羅万象が、宇宙にフォロー構造であって、まあ、宇宙は大きな波なんですけども、私たちは小さな波ですから短いよって話なんですね。宇宙からしてみると私たちは人生84年程度ですから。で、その上位の法の自由意志にてめえの自由意志を預けるという自動初期型なんですね。ですからイエス・キリストそのものはもう上位の自動初期なんですよ。人間の形をしてますから上位のものだったと言ってもいい。サイバー版も本当すごいんですけれども、で、工事をですね求めようだとかいうサイバーさんそっちなんですけど、意識がない限りこの受賞様式哲学を理解できたり、完全にこれが、真実の、真理だというところで悟りが開かない限りこれできないですね。で、僕はできません、もちろんこんなのは。で、ここはですね、右脳がいらない、さらにもう右脳自体がいらない。右脳っていうのは感じる方、芸術とかの方の脳みそですね。で、さらにそれを物質化させるわけだから五感に特化してまでやってやろうという、もうね、レプタリアンだとかのサイキックより上なんですよ、こっちの方が。まあですからですね、人間も超進化みんなしちゃったらイエス・キリストには慣れてたんですよね。これも究極の話なんですけれども、でそのくらい私たちっていうのは神ですから、量子力学の対育成対消滅操作できる存在だったってことなんです。で、これの近いものにリモートビューイングっていうのがあります。これはこれとちょっと近いのは、リモートビューイングっていうのは何かっていうと、幽体離脱とかの話なんですけども、エミシングとかで言われているようなことで、割と簡単にできるんですよ。 なぜかっていうと、これは、精神だけを飛ばしてやろうという、テレポーテーションですよね。で、要は瞑想の末に、外観洞察力を上げて外側を見てやろうとすること、昔、今もやってるんでしょうけど、米国やソ連の、兵士が、相手国のスパイとしてどういう技術があるかということを調べてやろうということに使われていると。ということはですね、米国の、軍人レベルができるものなんですね。まあ、もちろんこれネットでもできてるって人いっぱいいるんですけども、でこれはね、こっちと逆でして、要は瞑想ですから、五感を捨てて、無の境地になって、右脳で捉えてやろうっていう、外側を見てやろうっていうやつなんですね。まあ、観察の上が洞察力なんですけどっていう。で、これは割と、後天的、つまり練習しようと思ってできやすいものです。以上が、今年の超能力まとめ第3回だったんですけど、まあ、結構いろんな人が、スカイプ来てくれて、僕なりにまとめてるんで、各いろんな人の話を聞いてですね、まあ、僕の研究が結構やっとなんか 3,4 年目にしてまとまったかなみたいなところにやっといけてる状況でございます。でまとめてみるとですね、僕の知識からいろんな各分野の要は哲学と絡んでた、要はいかに刑事上学がすごいかって話なんですよね。まあ、刑事上学っていうのはその理論上であり、その現在は哲学とか廃れてますけれども、廃れてるっていうか人気がないだけなんですけども、いかに真実に近い真理に近いことを喋ろうと思うと、やっぱり哲学理論が過去にあるものををやっぱ持ってくるしかなくて、やっぱ現代人はですね、今金融支配されてるせいでですね、こういうのがですね、みんな薄まってるわけですよね。まあそのアポーツまでやらなくてもいいんだけど、せめて昔の人ぐらいでですね、その直感ぐらい働かして、まあここぐらい余地ぐらいまで開けてもらいたいものなんですけども、こういう哲学的思想から、頭で理解して何がいらなくて何を特化すればできるのかだとかいうのを脳が補完してくれるだとかいうことを理解した上でこの宇宙の真理や真実を知って、第6の直感であり能力各、いっぱいありますけれどもできるようになるよという話なんですね。でこれは一概にですね、じゃあその啓示小学である哲学を知ったからできました、僕覚えたから学習したから記憶したから暗記したから覚えましたってものではなくて、やっぱりですね常に日頃から能力者の方っていうのはですね、自分の超能力捨てたくないから、その言語的な頭で捉えている哲学っていうのもあるんですけれども、そのやっぱり日頃からやってるのはですね、軽い瞑想と軽い内観なんですよ。苦行までしなくていいんだけど、ほとんどの人一日一食だからあまり欲望ないんですけれども、今簡単に言うと現代人は欲望を捨ててですね、食べ過ぎると糖尿病にならないぐらい一日一食にして、毎日寝た後の15分でも瞑想して自分を内観して、自分とは何か宇宙とは何か毎日考えれば、毎日1日15分考えれば莫大な量になった時にある哲学にひらめいちゃう時があるんですよ。そういう時ですね、あれこういうことできるんじゃねえのかと思ったらできるようになったし、もっとレベルを上げたらできたっていうことになってるっていうのが各超能力って話なんですよね。で、私たちの会議の人は、ね、基本的にお金儲けでやってるわけでもないから、自分たちが超能力を見せびらかすことはありません。ただ逆にこういうネットの情報ですから、こういうことを説明しておかないと、ダメかなという思いで、今回、講義をまとめてみました。ご清聴ありがとうございました。